戸田勤道明治23年8月10日は、日本のクリスチャン実業家、政治活動家、小説家、陽名は忠之助、通称は、サブロー四郎、別名は、千役。戸田氏高は2位。1850年大垣藩主と出世生の4、男として生まれた。聖母は女け高島かえもがねのせん。陽0名を忠之助と言った。後に、 サブロー四郎になり、元服して、私役になり、過六三千五百国になる。一節には四歳で、旗元の戸田剣物の養子となりなお私役から勤道に、改める。1871年、半知事であった兄、戸田治高に同行して渡米する。帰国後、ミッションスクールの築地大学校で学び、1874年に、クリストファー・カラゾルス宣教師より洗礼を受ける。 1874年10月18日、カラゾルス宣教師と、原種明、田村直信、鈴木社亭、鈴木薫六、渡辺信羅11人の築地大学校の同級生と共に、東京第一長老協会の建設に関わった。築地大学校の同級、生原種明と共同出資して、東京銀座通りに、キリスト教書店、十字屋を設立した。 1876年にミッションを離れて銀座に日本独立長老協会を設立して幸福安全者という自由民権運動の拠点になった。1880年には日本最初の政治小説民権抗議上海波乱を書く。また、紙空ごとを発明した。ありがとうございます。